こんにちは、親父の家のジジイです。プロ野球チップス2021開封動画第2弾になります。今回も9袋買ってきました。前回同様、ベイサーズの選手のカードが2枚当たるのを目標にしています。今回はこのチップスとカードの部分を取らないで、つけたまま切って開封していきます。ではよろしくお願いします。では1袋目、じゃん。日本人打者最速通算150号記念達成、山川選手と森下選手、新仕様で、これキラーカードですね。2枚目、じゃん、出た、出ました。球団大記録5試合連続本塁打、佐野選手、やっと1枚出ました。でこちら側がブルーウェーブの伏見選手です。前回の動画で出なかった球団が3球団ありました。ベイスターズとブルーウェーブと、あとはロッテです。今回はどうでしょうか。まあとりあえず1枚出ただけ嬉しい。もう1枚当たれ、もう1枚、じゃん、阪神大山選手と、これはもう同じ阪神で近本選手、これ前回も出ましたね、盗塁王。では次いきます。じゃん、出た、宮崎伝選手が出ました。2枚目です。ベイサーズ2枚目、宮崎選手。もう1枚がこれ誰、源田選手、ライオンズ源田選手です。出た、宮崎、これで2枚です。では次いきます。じゃん、お、ラッキーカードが出ました。これはホルダー一冊プレゼントだそうです。ホルダー収納ポケット数48、これはこれを切って貼っておければいいのかな。はい、ということでこれも当たりでは当たりですね。はい、でこれがファイターズの上沢選手。じゃ次いきます。せーじゃん、大野と、これは茂木栄五郎選手、大野選手、これもキラキラカードです。次いきます。残り3つ、あと1枚ぐらい出ないかな。あ、でも黄色いのが見えた、タイガース、あ、ロッテの井上選手も出ました。これがタイガースの高橋遥人投手。さあ、あともう1枚出ないかな。いきます。じゃん、イーグルス涌井選手と中村選手、ホークスですね。最多勝、これはキラキラカードだ。最後お願いします。
せーの、じゃん。またホークスさん。ホークスの栗原選手と、ライオンズの森選手。以上、18枚のうち、ラッキーカードが1枚と、ベイスターズの選手のカードが2枚出ました。これ、面白いので、次回もまたやりたいと思います。また、9袋、買って、やってみます。このポテトチップスの中身は、2日で、前回は食べてしまいました。なぜ9袋なのかというと、私が住んでいるところは田舎なので、なかなかこのプロ野球チップスが売っていません。たまにあっても4つ5つです。まあ見かけるために買って、また次回は9袋貯まったらやりたいと思います。とりあえずベイスターズの選手が2枚出たということをご報告します。ではまた。